ていう装置をつける。インターフェン対策で、どう頑張ってどう管理、健康に気をつけても、病気になるときは人間になりますんで、そうなってしまったときにどうするのかっていう二の矢三の矢を中心に考えないといけないですね。やっぱり37歳で若い方ですけれども、全体的には年齢って上がってきてますよね。そうするとね、吉田さん、この体調管理と運行スケジュールっていうのを先ほどの現場の運転手さんの声も含めてより徹底していただいて、本当に気持ちをね、預かるようにするんですよね。本当にその普通に暮らしていてもね、その突然突然死するというケースあると思うんですが、ただ一般のケースと、この職業はそれぞれいろんな職業がある中での比率が、もしこちらが高くなっているのであれば、それは何らかの形に勤務形態なり労働状況に問題があるということになると思うんですね。で、増えている間にはね、例えば大きな事故もあって、どんどん規制を緩和したけども、やっぱりまたこの厳しくしている面もあるんですね。で、厳しくしているけど、やっぱりこの広がりが抑えられていないというの、これが現実なわけで、ということはそれだけでは足らない何かが人間の体に起きているのかもしれない。で、それはもしかしたら他のところにも、これバスとかっていうのは他の乗客がいるので命に関わることなので、何か